間1000本のテストを作る編集プロダクションプラトゥーワンです。今回は私たちの仕事を紹介します。どうぞ。今回はクイズ形式でお届けします。私たちが普段仕事で行っている構成に関わるクイズです。構成という仕事は幅広くありますが、その中でも今回は表記の揺れをテーマにした内容です。そもそも構成とは何だという方も大丈夫です。何か変だなって思う箇所を探してみてください。ちなみに過去に構成のお仕事という動画を配信していますので、概要欄からそちらの動画もぜひご覧ください。では早速第1問です。10秒後答えを出します。じっくり考えたい方は画面を止めて考えてみてください。この文章には当点とカンマの両方が使われています。2箇所当点が使われているので、5行目のカンマを当点にする必要があります。このカンマか当点かはどちらが正しいかというものではありません。横書きの場合は基本的にどちらでも大丈夫です。良くないのは不統一なところ。基本的にその文章内、本であればその本の中で統一してどちらかを使っています。ちなみに私たちがよく扱うテストや教材では、国語は縦書きのため当点を用いていますが、その他の教科はカンマを使います。教科書がそうなっているんです。手元に教科書や教材がある方はぜひ一度確認してみてください。以上、表記の揺れ、当点とカンマ編でした。続いて第2問です。10秒後、答えを出します。じっくり考えたい方は画面を止めて考えてみてください。2000円には桁区切りのカンマが入っていますが、5000円の方には入っていません。これも表記の不統一の一つです。ここもどちらかに統一する必要があります。文章中だとそこまで目立ちませんが、並べてみると違和感がありますね。特に表などたくさんの数字を並べている場合は注意が必要です。構成ではこういった点も見ていきます。以上、表記の揺れ、数字の桁区切り編でした。続いて第3問です。10秒後、答えを出します。じっくり考えたい方は画面を止めて考えてみてください。今回は少しレベルが高かったと思います。9と3、2つ数字が出ていますが、実は9は全角、3は半角になっているんです。もちろん全角半角どちらが正しいかということではなく、どちらかに統一する必要があります。数字はその本などによって明確なルールが決まっている場合があるので、それに揃えましょう。例えば、基本的にテストや教材では次のようにします。1は全角、10なら半角にするんです。なので、このルールに揃えると3を全角にするとなります。ちなみに、学校で配られている教科書もこのようになっています。お手元にある方、ぜひ見てみてください。以上、表記の揺れ、数字の半角全角編でした。続いて、第4問です。10秒後、答えを出します。じっくり考えたい方は画面を止めて考えてみてください。放つは漢字にしていますが、放ってがひらがなになっています。これも漢字とひらがなどちらが正しいのかではなく、どちらかに揃える必要があります。今回の場合はすでに2箇所漢字にしていたので、ひらがなの箇所を漢字に直した方がスムーズです。ちなみに、構成者が使う用語として、漢字にすることを閉じる、ひらがなにすることを開くと言います。漢字かひらがなかを判断することをよく閉じ開きと言っています。以上、表記の揺れ、閉じ開き編でした。ちなみに、一見不統一のように見えますが、そのままの方が正しい場合もあります。例えば、このようなものです。この場合、関わらずを、関わると同じ字にしてしまいそうになりますが、実はこの場合はひらがなのままの方が無難です。何々に関わらずを漢字に直すとこのようになります。ただ、関わらずの読みは常用外なのでひらがなで書いた方が読みやすいのです。実際に構成を取るときは辞書を片手にこの漢字で合っていたかなと調べながら行っています。では、今回の最終問題第5問です。10秒後、答えを出します。じっくり考えたい方は画面を止めて考えてみてください。
ルビ、振り仮名がつきましたね。きっとルビに注目してくれた方が多かったのではないでしょうか。構成ではルビが正しく入っているかも大事な観点になります。今回入っているルビは漢字の読みとしては正しいものが入っています。ただ、やはり修正すべき箇所があるんです。修正すべきは神奈川のルビ。ここを文字ごとに入れるルビの振り方、モノルビに直します。他のルビはすべてそうなっています。茨城が一番わかりやすいですね。茨の字の上には茨、木の上には木が載っています。その漢字の読みに合わせてそれぞれ文字ごとに載せているんです。栃木や群馬もそうなっていますね。この一文字一文字合わせて入れるルビをモノルビと呼んでいるんです。一方、神奈川は全体に神奈川と振られており、本来の漢字の読みと合っていません。もちろん、このルビの振り方も決して間違いではなく、このように振るルビをグループルビと呼んでいます。文章を書き、ルビを入れる場合には、このモノルビとグループルビのどちらかで揃えるようにしましょう。ここでは、神奈川以外がすべてモノルビになっているので、神奈川をモノルビにするとスムーズに直せます。ちなみに、教材テストでは基本的にモノルビで入れています。もちろん、教科書もそうなっています。お近くにある方、ぜひルビも見てみてください。以上、表記の揺れ、ルビ編でした。なお、第5問のルビの補足ですが、教科書やテストなど、基本的にモノルビで入れるものの中にも、グループルビで入っている場合がある漢字があります。それは、特殊な読み方をする漢字です。熟字単位で訓読みを当てた熟字訓や当て字のことです。例えば、次のようなものがあります。これらはその文字単位でどう読むかよりもその漢字が揃ってようやくそのように読める字であるのでグループルビで振ります。今回の動画は以上です。何問できましたでしょうか？ぜひコメント欄にお願いします。今後は表記の揺れ以外の構成観点についても取り上げていきますので引き続き見てもらえると嬉しいです。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、ためになったなと思った方はコメント、高評価、チャンネル登録をぜひお願いします。では次の動画でお会いしましょう。